メリーポピンスの私世界一を何回も見てるんですけれど、やっぱり楽しい話だから、あとミュージカルだからやっぱり気分が元気になるし、メリーポピンス現れる時にみんなハッピーになることは、子供の頃私それメリーポピンスのよく見てたから、メリーポピンスいつも何回も夢に出たことがあるんです。いつも私のことを助けてくれて、だからさっきあのメリーポピンスのそういうなんて魔法の言葉がありますじゃないですか、あれは私忘れてたんです。それ言った途端に思い出して、もう子供の頃たくさん思い出しました。この作品はまずはそういうなんていう、あのまあ特にね、みんな仕事で忙しくなってるから、忙しい忙しい忙しいということは一番隣一番近い人たちのことを忘れてしまう、だからやっぱりこれを見ればね、隣の人たち思い出して、ああこっちにいるんだ、まあその隣の人は家族奥さんとか子供たちかもしれないけど、やっぱりあの大事なことは遠いにあるものじゃなくてよくにあることですね。それ結構大事だなと思った。